あ、よろしく、はい、すいません、はい、よろしくお願いいたします。今日はあの広がる遺伝子組み換え作物というテーマでお話しさせていただきたいと思います。で、今映画が結構日本全国で見られておりまして、でモンさんとの不自然な食べ物という映画とですね、それから最近6月8日に封切されました世界が食べられなくなる人ですね、こういう2つの映画がですね、その前にフードインクっていう映画もあったんですけども、こういういろんな映画がですね、今遺伝子組み換え作物食品についてですね、その問題点についてはかなりリアルに、えぐり出しているものですから、そういう意味では結構今この遺伝子組み換え食品に対する関心はすごく広がっているという感じです。しかしながら意外とその中身についてはですね、なかなかやっぱり難しい話も入ってくるものですから、なかなかお分かりいただけないものですから、ぜひとも私の方でもですね、ぜひともいろんな方にですね、知っていただくためにですね、努力をしていきたいと思っておりますけれども、ぜひともですね、皆さん方もですね、この問題でも、いろんな方にですね、広めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。で遺伝子組み換え食品の今ということでですね、今どういう現状になっているかということなんですけど、まず日本人が一番食べている、私ね、こういうふうに言うとですね、私がこういうふうに言うと日本人が一番食べてるおかしいじゃないですか、アメリカとかカナダの人たちが食べてるんじゃないですかってよく言われるんですけど、これあくまでも比喩でありまして、日本人が一番食べてる、多分アメリカとかカナダとか、そういう生産国の人たちで一緒共にですね、よく食べてんだよっていう、そういう比喩なんですね。そういうことでですね、一番食べてる。でもこれ意外と知られてないんですよね。やっぱりスーパーなんかに行きますとですね、遺伝子組み換え大豆使ってませんっていう豆腐とか納豆があるもんですから、私たち食べてませんよねなんて思ってる方結構多いんですけど、実は一番食べてるんですよって話なんですね。それから第2番目に安全性に疑問が非常に強まってきて、でこれは先ほどちょっとご紹介いたしました世界が食べられなくなる日という映画ではですね、その遺伝子組み換え食品をラットに与えたその動物実験をですね、ずっと追跡している映画なんですね。で、それで、ね、すごく後で撮った映像を見ていただきますけれども、特に乳がんがですね、すごく大きくなってしまう。でこれはやっぱりすごくショックなんですけれども、ほとんどのメスのラットに影響が出てしまったというですね、そういう映画の内容なんですけども、そういう特に食べ物の安全性にですね、今疑問が強まってきておりまして、これについても後でお話していきたいと思います。それから生態系、環境に悪影響が広がっております。で最初はですね、モンサントという、すごいこのグロ先ほど土井さんの方からお話がありましたけど、すごいグローバル企業、いわゆる世界の食料を牛耳ろうっていうグローバル企業なんですけども、そこがそのモンさんとはですね、なんといってですね、この遺伝子組み換え作物を売り込んだかっていいますと、環境に優しい作物だっつって売り込んだんですね。でところがですね、今それと正反対のことが実は起きておりまして、そういう現状についてもお話ししていきたいと思います。だからもう一つが種子独占ですね。で種子独占を通して食料支配をもたらしている、こういう現実があります。これらについてですね、今日この4つの点についてですね、今日はお話ししようということなんでありますけども、でまず遺伝子組み換えとはという基本的なところをちょっと簡単にですねお話ししたいと思います。でよくご存知の方はですね、なんだそんなことかみたいな話になっちゃうんですけども、まず遺伝子っていうのは命の基本であるっていうことなんですね。ですからその遺伝子を組み換えるってことは命の基本を操作することなんだよっていうことですね。
で、それからもう一つ、遺伝子組み換えという言葉がですね、意外とまあ、騙されちゃうんですけども、実は今、組み換えるという技術は存在しないんですね。で、遺伝子を入れるだけの技術なんです。で、ですから、例えばですね、例としてほうれん草の遺伝子を入れた豚っていうのが開発されておりまして、これ近畿大学が開発したものなんですけども、例えばほうれん草の遺伝子を入れて、ほうれん草の遺伝子を入れたか、またヘルシーな豚肉にしようってわけなんですけどね、別に豚肉が緑色になってるわけじゃないんですね。で、ほうれん草、いわゆる動物性の油、いわゆる油脂を植物性のものに変えるという、まあ、そういうことなんですね。で、そのためにほうれん草の遺伝子を入れた、まあ、いわゆるヘルシー豚肉なんですね。で、それから、まあ、それだと分かりにくいんで、分かりやすい例としてはクラゲの光る遺伝子を入れた猿、でこういうのも分かりやすいと思うんですね。で、クラゲ、まあ、光る生物って結構あるんですね。クラゲとかサンゴとかホタルですとか、でこういう光る生物の光る遺伝子をこの入れますと光る生物が誕生する。例えばお猿さんに入れると光る猿が誕生する。で、まあ、本当に実際に映像があったんですけども、暗い部屋にですね、そのお猿さんを入れますとほんわりと緑色に光るんですね。で、まあ、そういうお猿さんが開発されたわけですけど、でこういうのはまあ、言ってみますと、その今までその生物が持っていなかった遺伝子を入れることによって、その生物が新しい性質を持つことができる。これが画期的だというわけで開発されてきたんですね。だけどそれがまた大きな問題点を生むことになっちゃう。で、まあ、これについてはまた後でちょっと話したいと思うんですけど、まあ後ですけど、ついに言い忘れることもよくあるし、私その時はですね、あの時の後での話は何だっていうことですね、言ってください。すいません。で、あとですね、しかしその導入した遺伝子の働きを強化して、しかも四六時中働かせる仕組みにしてるね。で、これがですね、遺伝子組み換え作物にとっては大きな問題なんです。というか、どういうことかって言いますと、昔ですね、まあ、数年前まで農水省がですね、遺伝子組み換えについてですね、こういう説明をしてたんです。まあ、例えば、まあ、仙台とかのサッカー場とか、まあ、野球場がありますけれども、例えばサッカー場でですね、観客が2万人ぐらい入れるんです。で、まあ、この観客が一人一人が遺伝子だとするんですね。で、そうするとその客席の中に新しく一人新しい、お客さんが入った。これが遺伝子組み換えですよって説明をしてたんですよ。で、これは明らかに間違いなんですね。で、どうしてかっていうと、確かに遺伝子を入れるだけの技術ですから、その新しくグラウンドにですね、そのグラウンド観客席にですね、新しいお客さんが入る、まあ、そういうふうに、まあ、言えないことはないんですけども、そうするとですね、実はですね、そのお客さんっていうのは、その2万人の観客の中で埋もれてしまいまして、全く何もですね、何もし、いわゆるしない、何も働かない人になっちゃうね。で、これ遺伝子の働きっていうのは非常に不思議なものがありまして、例えばですね、まあ、皆さんもですね、皆さんもたった一つの受精卵から始まってるんでね、皆さんの体もたった一つの、まあ、父親と母親のですね、受精卵から始まってるんですけど、受精卵の時は遺伝子は全部働いてるんです。で、ところがですね、細胞分裂を繰り返していきますと、例えばですね、皮膚になるところにですね、その骨になれって遺伝情報が残ってるとまずいわけです。で、だんだんですからですね、これ分化っていうんですけど、分かれる、化けるって書いて分化っていうんですけど、分化する過程でですね、遺伝子の働きっていうのはどんどん止められていってしまうんです。いらない遺伝子はどんどん止めちゃうわけですね。そうしないとまずいわけですよ。髪の毛のところに骨を作れて遺伝情報が残って骨みたいな髪の毛ベイッと出たらまずいわけですよね。まあ、ですからそういうふうにしてですね、遺伝情報ってのは止められていくわけです。ですからよそ者遺伝子っていらないわけです。最初からいらないわけですよ。まあ、その生物にとっていらない遺伝子ですから最初から止められちゃうんです。で、それをですね、止められちゃうと遺伝子組み換えもできませんので、これをですね、働きを強めてるわけですね。で、そしてそれをですね、四六時中働かせてるわけです。
ですから2万人いる観客の中に1人観客が入るだけじゃなくて、その観客がですね四六時中大暴れしている状態を作りました。まあ、早い話が。ですからすごい問題になっちゃうんです。でその生物にとっては本来いらないものなのに、やさらめったら大騒ぎしちゃうわけですよね。だこれがあの遺伝子組み換えの、まあ、非常に困ったところなんですね。でこういう、まあ、これがこの大暴れする仕組みを考えたのが、まあ、いわゆるこの植物ではモンサント社がこの全部特許を持ってるわけですよ。まあ、そのためですね、モンサントが遺伝子組み換え作物の種子を、市場を独占しちゃった、まあ、そういうことが起きるわけですね。で、GM ってよく略すんですけど、ジェネティカリーモディファイドっていう、まあ、略なんですけど、遺伝子を、まあ、変えたっていうんですよね、モディファイド。で、あのジェネラルモータースじゃございませんので、今日 GM、GM って言った場合に、ジェネラルモータースじゃありませんので、まあ、よくも私も GM なんて言っちゃうんですけども、あれはジェネティカリーモディファイドなんだってことに、まあかあの思ってください。で、どのぐらい作られてる、このレジュメ通りに喋っておりますので、あまり脇道それませんので、はい、いやよくそれるんですけども、すみません。昨年ですね、どのぐらい作られたかっていうと1億7030万ヘクタールで、日本の領土の広さがですね、まあ領土というか国土の広さがですね3780万ヘクタールですね。で世界の農地が約15億ヘクタール、まあ、16億ヘクタールとかいろんな説があるんですね。まあ、要するに分かんないんですね、正確な数字は。あまりにもアバウトな数字なもんですから。でまあ、でただですね、例えば15億ヘクタールとすると大体もう10数パーセント世界の農地と、まあ、このぐらいに今広がっております。まあ、結構まあ広がっちゃってるんで、まあ、これが世界なんです。でどういう国で作られてるかといいますと、そのアメリカ、ブラジル、アルゼンチンからの、まあ、見てお分かりのように圧倒的にやっぱりアメリカなんですね。アメリカがダントツでありまして、その次にですねブラジル、アルゼンチン、ブラジル、アルゼンチンを足しますとですね、まあ、結構アメリカに匹敵するぐらいの規模になってるんですけども、この3つの国が三大生産国とよく言われるんですけど、まあ、これにあとカナダですね、ちょっとその後ポンポンと飛んでパラグアイとかですね、ウルグアイとかボリビアとかですね、北南米がこの栽培の中心であることがお分かりいただけると思うんですね。でまあ、これはですね、もともとこの作物自体がアメリカの食糧戦略と非常に密接に絡むものですから、まあ、一番売り込みやすいっていうところで、あとの北南米が絡まずわーって広がったんですね。でその後ですね、アメリカの食糧戦略がアジアに向いてインド、中国が広がりました。であとパキスタンですとかフィリピンですね、こういうところに広がっていったんですけど、今ターゲットはですねアフリカなんですね。もう世界、まあ、モンサントの世界戦略としてはアフリカターゲットです、ね。まあ、こういう状況があります。でどのような作物が栽培されているかといいますと、基本的には4作物です。でトウモロコシ、大豆、トウモロコシ、ワタナ、種ですね。で、まあ、この4作物が広がっておりました。でもちろんその他もいろんな種類が栽培されているわけなんですけども、基本的にはこの4作物と考えて、で日本に入ってきているのもこの4作物ですよというです、ね。まあ、あとまあ、パパイヤが承認されておりまして、パパイヤが入ってきているんですけども、実際に日本の市場にどれだけ入っているかっていったらあまり入ってないんですね。まあ、ですから、まあ、基本的にはこの4作物で、大豆、トウモロコシ、綿種であると。でやはり一番多いのがやっぱり大豆なんですよ。圧倒的に大豆が作られてるなっていうのがお分かりいただけると思うんですね。で続いてトウモロコシ、綿種なんですけど、まあ、こういうふうに4作で、まあ、この間実はですね、ニュースでですね、遺伝子組み換え小麦がですね、アメリカで見つかったって話が出たんですね。あまり日本では詳しく流れなかったんですけども、8年前に栽培試験がですね終わったやつなんですね。で実際にもうモンサント撤退したやつなんですけども、まあ、それが見つかったって話があるんですけども、で、まあ、モンサントの小麦とお米はですね、何しろこの
開発して市場に出したいんです。 で、まあ、ですからこの次に狙っているのは本当に小麦と稲なんです。でただ小麦と稲がなぜここまでモンサントモンサントといえども開発いわゆる市場化できなかったか商品化できなかったかっていうと、これは世界の人が主食としているものですから、本当に反対の運動がすごいんですよ。で、まあ、世界的に反対が運動が強いものですから、まあ、そのため小麦と稲に関してやっぱりなかなか市場化ができなかった、まあ、そういう経緯があります。でどのぐらい世界全世界での作付け面積中の遺伝子組み換えの割合ですけど、大豆がですね全体の作付け面積の中のですね 81% が今遺伝子組み換えなんです。でこの 81% っていう数値ですね、実はですねこの、全部モンサントの大豆です。ですから世界の市場 の、 大豆市場の 81% がモンサントの種ということなんですよ。でそういうことになっちゃったんですね。でトウモロコシも 35% これも大半がモンサントのものです。ですから世界の種子の3割ぐらいがもうモンサントのものになっちゃったんですね。で綿も 81% に達しまして、これもほとんどモンサントです。 ですから世界の種綿の種の8割がモンサントのものになっているってことですね。で菜種は 30% ぐらいで、これはモンサントの市場はだいたいこの 30% の半分ぐらいですので 15% 程度です、まあ、それにしてもですねすごいふうにすごくやっぱりモンサントが今この遺伝子組み換え作物の市場を支配しているということがお分かりいただけると思うんですね。でどのような食品になっているかということなんですけど、まあ、菜種大豆、トウモロコシ、綿、いずれもですね、一番作られているのが、これ日本のケースですけども、食用油なんですね、食べ物としては。で、ただですね、菜種は搾りかすがまた肥料になったりとかですね、大豆は搾りかすが飼料になる。で、トウモロコシは大半が飼料としてまあ輸入されておりますけども、まあ、綿もですね、綿っていうとなんとなく食べ物というイメージないんですけども、綿実っていうのは実は食べ物になっておりまして、綿の実ですね。でやっぱり綿実油という食用油になってるんですね。で、まあ、今度はそうめんを見ていただくとですね、一番そうめんっていうのは綿実油が結構使われてるんですね。でそういうのに食品としてはなっております。で、まあ、そういうただパパイヤがですね2011年12月1日に流通が始まってるんですけど、実は今日本のですね、いろんな、まあ、私たちを呼びかけまして、日本の、まあ、全日本の消費者団体に呼びかけまして、このパパイヤがですね、遺伝子組み換えパパイヤが流通しているかどうかをですね、市場調査しているんです。でその結果ですね、もちろん流通まあ、いろんな大英とかイトーヨーカドーとか、まあ、いろんなですね、スーパーのチェーンですね、スーパーのチェーンにもですね、アンケート調査しておりまして、で今のところですね、遺伝子組み換えパパイヤを販売しているのはコストコというですね、仙台にはあるんですかね、コストコは。ないですか、ないですか。あ、幸せですうちのすぐ近くにあるんですよ、コストコが。でこの間の震災の時にですね、その階段が落っこっちゃいまして、ね、コストコの階段が落っこって、まあ、それで下におられた方が亡くなられたっていうことが起きてるんですけども、まあ、そういうコストコがすぐ近くにあるんですが、あそこすごいですね。本当になんか食べ物を扱ってるって感じはないんですね。なんかすごいなんかパンなんていうんですかね、倉庫みたいに積み上げたなんか。そういう店なんですけども、そういうそこで売られてるだけでした。ハワイさんの遺伝子組み換えパパイヤ。で、アルファルファは主に飼料用途で、もやし、飼料用途なんですけど、よく生食、健康食品でもやしとしてですね、入ってくるケースもあるんですけども、今のところ日本で入ってくるかどうかよくわからないんです、実は。これに関しては。それから天才がですね、これもやっぱり飼料として結構使われるものなんですけども、お砂糖の原料でもいわゆるビートですから、お砂糖の原料でもあるんですけど、
で、これがどうも日本にだいぶ入ってきてんじゃないかなと思うんですけど、ただこれもよくわからないですね。で、先ほどのあのデータではやっぱり浮かび上がってこないんですね。で、まあ、こういうことがあります。じゃがいもがですね、やはり認められてるんですけど、2002年からまあこれは栽培が中止されまして、今は出回っておりません、遺伝子組み換えじゃがいも。ですから、まあ、アルファルファ転載がよくわからない、多分出回ってるかもしれないけど、出回ってないかもしれないという、まあ、そういう次元なんですけども、まあ、基本的にはですから、菜種大豆、トウモロコシ、綿の4作物なんですね。でこれはたまたまなんですけど、まあ、千葉県の幕張というところで食べ物のフェアがありまして、まあ、そこでハワイ産のレインボーという品種なんですけども、これが遺伝子組み換えパパイヤがですね、展示されてたんですね。でこの時は販売はされてなかったんです、展示だけだったんですね。なんですけど、まあ、ただこういうふうにですね、遺伝子組み換えって書いてあるんです。でこうやって表示するわけですね。でこれ生ですから必ず表示しなくちゃいけないんです、遺伝子組み換えって。そういうことであります。でこれはですね、日本モンサントの補助なんですけど、遠くの方ちょっと見づらいかもしれないんですけど、手前が天才でですね、後ろ側が芝生なんです。で遺伝子組み換えの両方とも遺伝子組み換えの芝と天才ということでありまして、で本当に砂糖大根って言われるんですけれども、本当大根によく似ておりまして、まあ、そういうですね、で芝生も結構ね開発されてるんですけど、まあ、芝生、例えばですね、芝生なんかはですね、これ除草剤耐性なんですけども、これほっときますとですね、花が咲いて種ができますよね。で、まあ、芝生って普通あんまりそこまで伸ばす方はおられないんですけども、大体買ってしまうので、花が咲いて種が飛ぶまで伸ばすって方はおられませんけども、もしそういう状態が起きますと、ものすごく種が飛ぶんですよ。でそれで何キロ先まで汚染が起きるもんですから、まあ、それで今アメリカでも芝生はまだ認められてないですね、まあ、そういう問題があります。でこれですね、博多ふ頭でですね、博多ふ頭っていうか箱崎ふ頭っていうんですかね、福岡県の博多港にある箱崎ふ頭でですね、見つかったアルファルファなんです。で、まあ、私たちもびっくりしてですね、アルファルファがあるよって、このアルファルファが港に自生してるのがちょっと信じられない話なんですけども、これひょっとして遺伝子組み換えのアルファルファかなと思ってですね、ちょっと調べましたら、遺伝子組み換えではなかった。でもまあ危ないですよね、こういうふうにですね、まあ、遺伝子組み換えのアルファルファが進出してくる可能性はあるよなって話はしてたんですね。まあ、こんなことがありました。で、まあ、どんなものにですね、遺伝子組み換え作物っていうのは食品の中に入ってきてる、まあ、先ほど日本人が一番食べてるよって話をしましたけど、まあ、これはレジュメにはないもんですから大変申し訳ないんですけども、この方分かりますかね、見えますかね、赤い字がですね、遺伝子組み換えの可能性のあるものなんですね。で例えばですね、これカップ麺なんですけど、油揚げ麺って書いてあって、カッコしてその油揚げ麺の原料が書いてあるんですね。でその中に植物油脂ってありまして、で植物油脂っていうとですね、まあ、大体遺伝子組み換えの油を使ってる可能性が高いんですね。でトウモロコシか大豆か菜種かワタか、でそれから醤油、こういうところで使われている醤油はまたほとんど間違いなく遺伝子組み換えの大豆を使っているわけです。それからタンパク、加水分解物で、この場合のタンパクは圧倒的に大豆タンパクが多いわけですね。それから糖類って書いてあります。あるいはよくですね、ブドウ糖、果糖、液糖とかですね、いわゆる異性化糖っていうんですけども、そういう表示が結構見られると思うんです。あれはですね、コーンスターチから作られているわけですね。ですから遺伝子組み換えのトウモロコシから作られます。糖類、今糖類って言うともうほとんどもうほとんど全てトウモロコシですと言っていいと思います。まあ、醤油はそうですね、タンパク、加水で、加工澱粉ってあります。で加工澱粉っていうとなんとなく遺伝子組み換えと関係なさそうなんですけど、実は加工澱粉のもうほとんどがコーンスターチから作られています。ですから遺伝子組み換えですね。だから調味料はアミノ酸等ってありますけど、これもですね、トウモロコシから作られて、でそれからカラメル色素、これもトウモロコシですね。だから乳化剤はですね、大豆のレシチンが使われているものがあるんですね。
で、そうすると大事で、で酸化防止剤ビタミン E とかビタミン B2 っていうのはこれは、遺伝子組み換えの食品添加物。でこういうふうにですね、一つの食品の中に半分近くがですね遺伝子組み換えの原料として入ってきてるんですね。でところがですね、最近ですね、こういう話があったんですね。ちょっと、余計な話なんですけど、北海道のある小樽に住んでる方から質問がありまして、私のところにですね、キシリトールっていう、結構有名ですね、甘味料っていうんですか、キシリトールが遺伝子組み換えって聞いたんですけど本当ですかって問い合わせが来たんですね。でこれ私調べまして、キシリトールって、私キシリトールっていうとカバの木、いわゆるシラカバなどのカバの木の樹皮から作られてる。でそれで遺伝子組み、キシリトールを作る工程で遺伝子組み換え技術は使われていないわけですね、まだね。ですからそういうふうに調べて、かなり調べてですね、これ思い込みっていうのは良くないなと私は思いましたけど、後で、本当にそれで遺伝子組み換えではありませんよって言って返事したんですよ。そしたらその方がいろいろ調べてくださいましてね、私も、頭下がりましたけども、実はですね、今キシリトールってカバの木じゃないんですね。作られてるのがトウモロコシの芯から作られてるんですって。でそれでですね、それメーカーに問い合わせたらしいんですよ、メーカーに直接でそしたらって感じでですね、私でもびっくりしちゃったんですけど、そうすると遺伝子組み換えですよね、間違いなく。なるほどと思ってですね、と思ったんですけど、そのぐらい、で実際にですね、本当に調べてみると驚くべき数字が出てくるんですけど、この間北海道行った時にですね、すごいですね、話になっちゃったことなんですけど、私今日本人の主食ってお米だと思ってる方が多いんですけど、数字から言うと主食はトウモロコシなんですよ。変な話なんですけど、でお米の消費量って年間だいたい800万トンぐらいなんですね。でところがですね、トウモロコシの消費量って年間どのぐらいかって言ったら1600万トンぐらいなんです。大体倍なんですよ、トウモロコシ、お米の。ですから人間の体を分析すると一番多いのはトウモロコシなんです。そうですよね、全部から行くと。で大半がただ飼料になりますから、当然間接摂取にはなるんですけども、でもやっぱりトウモロコシが多いんですって、体を分析すると。でそういう話でびっくりしちゃったんですけど、で一番今度の TPP の話になりましてね、で TPP になるとどういうことになるか、TPP の話をしてくれっていうもんですからTPP の話をしに行ったんですけども、で TPP になるとどうなるかっていう話の具体例として、いわゆる今日本はですね、お砂糖の原料でありますサトウキビとてんさいについてですね、保護政策を取ってるわけですよ。国産を守れっつって、でそれを撤廃しろっていう圧力が当然来るわけですね。でだから多分例外なきっていうか、そういうことでお米とお砂糖が今一番私たちにとってみると困ることなんですけども、お米とお砂糖がですね、有価になると、その保護政策がなくなる。そうするとみんなアメリカから来ることになるわけですけど、で今もうほとんどがですね、ブドウ糖、果糖、液糖、先ほど言ったいわゆるトウモロコシがもう私たちの暮らしの中の甘さの主役になっちゃったわけです。いわゆるコーンスターチがですね、甘さの主役になっちゃったわけです。ただでさえそういう状況になる。でそれなのにお砂糖と天才がなくなるとどうなるって、さらにですね、この今先ほど言いましたの遺伝子組み換えの天才、アメリカでどのぐらい広がってるかっていうと、今遺伝子アメリカでの天才市場の 95% が遺伝子組み換え天才なんです。ですからそうするとアメリカから来るトウモロコシと遺伝子組み換え天才、両方とも遺伝子組み換えですよね。でこれに日本の甘さ、日本人の 甘みが全部占領されてしまう。でそういう話になるわけですね。で国産のサトウキビと天才が失われてしまって、で、そういう具体例をちょっとお話ししたんですけども、そういうのが実は TPP の問題の中で起きてくるわけですね、具体的には。そういう問題であります。
で、どのような性質の作物かというと、ちょっと脇道にそれましたけれども、そのどのような性質の作物が作られているかというと、除草剤耐性という性質が圧倒的に多いんですね。で、先ほど言った大豆が全部そうなんですね。大豆が全部除草剤耐性大豆でありまして、菜種も全部除草剤耐性菜種なんですね。ですから除草剤耐性がどうしても多くなっちゃう。で、殺虫性で、これはトウモロコシとか綿は殺虫性、トウモロコシは殺虫性綿というのが多いんですけど、で、最近増えているのはこの2つを組み合わせたものですね。殺虫性と除草剤耐性を組み合わせたトウモロコシと綿が今増えてきています。こういう現状があります。で、その他はわずかでありまして、性質としましてはこの2つということ。で、この辺もですね、遺伝子組み換え技術っていうとですね、なんとなくなんていうんですかね、ハイテクだったり、なんか進んだ技術ってイメージがあるんですけども、実はそういうのではないんですね、遺伝子組み換えって決して。で、どうしてかって言いますと、例えば遺伝子組み換え技術が初めて成功したのは70年代中頃なんですよ。で、1970年代中頃ですから、もう35年、40年近く経ってるんです、実は。で、40年近く経ってて、遺伝子組み換え作物で開発されている作物ってこの2種類しかないんです、まだ。これおかしいと思いません？40年経ってですよ。で、例えば美味しくするとか、いわゆる成長を早めるとか、まあなんていうんですかね、いわゆる、あるいはそのたくさん収量が得られるとか、そういうのがもっと広がっててもいいと思いません？で、ところがなかなかうまくいかないんですね。で、どうしてうまくいかないかっていう、まあもちろんうまくいってるやつもあるわけなんですけども、ほとんどうまくいかないんですよ。で、どうしてかっていうと、これ命を操作するからなんです。で、命を操作するってことは本当にですね、その命のあるものというのはそう簡単にですね、今ある姿を変えないんですよ。やっぱ人間って言いますか、企業がですね、自分の都合のいいように変えたいと思ってるわけですけど、そう簡単に生物っていうのはそんな風にはならない。これがですね、ポイントなんですけども、この2種類なんですね。で、どういうものか、除草剤耐性と殺虫性ってどういうものかって言いますと、除草剤耐性作物っていうのは全ての植物を枯らす除草剤に抵抗力を持った作物で、全ての植物を枯らす除草剤っていうんで、ラウンドアップっていうのは有名なんですけども、これモンさんとか開発した除草剤なんですね、ラウンドアップっていうのは。で、いわゆる除草剤はラウンドアップとバスタって2種類って書いてありますけど、ほとんどがラウンドアップです、実は。で、この全ての植物を枯らすっていうところにポイントがありまして、で、ちょっと作り方をですね、ご紹介しますとですね、作物のですね、なんていうんですか、作り方ですけども、まずですね、アメリカとかカナダでどうやって遺伝子組み換え作物を作られているかというと、まずラウンドアップをバーッと撒くわけです。で、そうするとこれ植物全部枯らす除草剤ですから、植物全部枯れるわけですから、さら地になるわけです。で、さらにそこにですね、種を撒いていくわけですね。で、そうするとだんだん種が出てまいりまして、で、それである、程度作物が生い茂ってきますと、また雑草もわーっと広がってくるわけですね。で、そのある程度見計らってですね、またラウンドアップをバーッと撒いていくわけです。で、そうすると作物は全部除草剤耐性ですから、ラウンドアップ耐性ですから、ラウンドアップかけても生き残るわけです。で、それに対してその他の植物が全部枯れますから、いわゆる作物以外は全部枯れてくれるわけです。で、そうすると非常に手間暇かからないで除草ができるわけです。で、だから目的は省力化、コストダウン、手間暇かからない農業にしましょうって、特に大規模農業ではいいですよっていうのが、これが目的なわけですね。だから、それから殺虫性作物って何かっていうと、これは作物自体が殺虫能力を持った作物です。ですから、作物がこれが作物だとしますと、作物がバーッと育ってまいりまして、細胞一つ一つにですね、殺虫毒素ができるんですよ。で、そうしますと害虫がやってまいりまして、作物について、それで、作物かじりますと、当然殺虫毒素かじりますから虫が死ぬわけですよ。で、そうしますと、だん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 そういう虫が死ぬようになるとですね、虫が来なくなるんです。で、そうすると虫を寄せつかない作物だってわけですよ。そうすると殺虫剤を使わなくて済みますよってことなんですね。
ですからこれも目的は省力化コストダウンなんです。いわゆる殺虫剤使わなくてもほっぽらかしていいですよと。だけどアメリカではこの作物自体が農薬登録されてまして、まあ私もこれもびっくりしたんですけど、まあアメリカってすごい国だなと思いましたけれども、 で、まあ、ですからまあ、そういう意味でですね、手間暇かからないっていうのが両方ともこの2つの作物の特徴なんです。ですから収量が増える、だからモンさんとなんかよく言うなと思うんですけど、収量が増えるとかいろんなこと言うんですけど、遺伝子組み換えに変えると収量なんか増えやしないんですよね。で収量が増えるなんていうその、神話がいつの間にか作られちゃったんですよ、遺伝子組み換え でだけど全然こう目的は違うんですよ。省力化コストダウンなんですね。で、まあ、そういうことで、これがあの今の性質です。でこれも日本モンサントの補助なんですけども、茨城県にありまして、右側が除草剤耐性剤で左側が殺虫性トウモロコシなんですけど、まあ、この、まあ、一見するとですね、まあ、ほとんど何て言うんですかね、変わりないんです。普通の大豆である普通のトウモロコシなんです、まあ、そういう意味ではほとんど変わりません。で、あの補助が向こう側に補助がありますけども、あれはあのモンサントの補助じゃありませんので、向こう側は一般の農家の補助ですので、ここがもう手前のところだけですから、モンサントの補助は。で、まあ、そういうですね、先ほど見ていただいたの天才と芝生がありましたでしょう。でちょっとこれ向こう一般の民家なんです。でこれが実は隔離補助って言ってるんです。で隔離補助って何から隔離してんだろうなって思っちゃってね。でこれだったら鳥も入ってまいりますし、その昆虫も入ってまいりますし、花粉も飛んでいきますし、でというそういう補助なんですね、隔離補助。で人間の侵入だけを防いでいます。まあ、それがまあ隔離補助なのかなと思ってるんですけど。でまあこういう、すいません。で日本は世界最大の輸入国、遺伝子組み換え作物の世界最大の輸入国です。まあ、これはですから、先ほど言いました日本人が一番食べてるよって言った、まあ、いわゆる根拠になるようなものなんですけども、トウモロコシはですね、アメリカからたくさん入ってきてるわけですね。大体日本の輸入の割合はアメリカから 96.5% ですから、大半がアメリカから入って、そのアメリカでは遺伝子組み換えの割合が全トウモロコシ畑の 88% であります。そうするとですね、単純計算で食卓に出回る割合は 84.9%。 だから大豆はですね、アメリカから 71.4%、 ブラジルから 16.4% 入っておりまして、アメリカでの遺伝子組み換え大豆の割合が 93% で、ブラジルでは 89% で、日本の自給率が 7.3% です。日本は遺伝子組み換え作物の非栽培国です。日本では一切遺伝子組み換え作物は栽培されておりませんので、ですから自給率が高いければ当然出回る割合が低くなるわけです。まあ、それで 81% で、菜種はカナダから 91.5% 入ってまして、そのカナダでの遺伝子組み換えの割合は 97.5% ですので、まあ、89.3% が遺伝子組み換えの菜種であると。でこう見ますとですね、実に高い割合なんですよ、この3月作物に書きました。で綿がちょっとデータが出てこないんです。ですから分からないですね。ただこの3作物を見る限りはですね、これこんなにたくさん食べている国はですね、本当にほとんどないです。まあ、そういう意味ではこの生産国のアメリカと、多分アメリカ、カナダ、世田谷、日本、多分お隣の韓国も結構これに近い数字だとは思うんですけども、まあ、結構アメリカへの依存度高いですから、なんか、まあ、かなり近いだろうと思いますけど、大体この4カ国が横に並んでいる感じ、よく食べてるといいかなって感じするんですね。でところがですね、先ほどの話でですね、遺伝子組み換えの、まあ、私たちの甘さがですね、甘みがですね、全部アメリカのそういう遺伝子組み換えの作物に支配されちゃうよって話をしましたけれども、実はですね、ヨーロッパってすごい国ですね。ヨーロッパはですね、実は異性化と、異性化糖っていうのは先ほど言いましたブドウ糖、果糖、液糖とかそういうやつなんですけど、この異性化糖出回ってないんですよ。でこれなんでだって私もびっくりしてですね、びっくりしてですね、調べてみましたら、なんでヨーロッパで異性化糖出回ってないかっていうと、ヨーロッパのですね、砂糖産業を守るためだったそうです。
すごいですね。でアメリカ、日本はですね、もうすでにそういうふうにもうほとんど甘さが異性化となってアメリカからトウモロコシに依存してるわけですけど、そういう、ああヨーロッパってすごいなと思いましたけど、遺伝子組み換え作物も食品も出回ってないんです。で先ほど日本人が一番食べてるって話をしましたけど、ヨーロッパでは全く出回ってないんですよ、遺伝子組み換え食品が。でこれはやっぱりすごいですね。ですから今実はTPP の問題と並んでですね、大きな問題になっているのがアメリカとヨーロッパのですね、自由貿易交渉が大きな問題になっているんですけど、でそこの最大の争点が遺伝子組み換え食品です。実はでヨーロッパは遺伝子組み換え食品拒否しているものですから、これをですね、アメリカは貿易障壁だっていうのはものすごい攻撃しているわけですよね。で、まあ、ですからそれが最大の争点になっているんですけど、日本はそう、ちょっと寂しいんですけども、でヨーロッパがですね、遺伝子組み換え食品流通していない、その一つの理由として食品表示がしっかりしているっていうのがあるんですね。で日本と大きな違いがあります。で先ほど見ていただきましたカップ麺でですね、あれだけ、ね、遺伝子組み換えの原材料を使っているのに遺伝子組み換えの命も書いてたわけですよ、カップ麺。私たち何もわからなかったんですよね。でヨーロッパはですね、だから日本の現状ではですね、食用油や醤油など大半の食品がですね、表示の対象外になります。で今表示されているのは豆腐と納豆と味噌程度なんです、実は。ほとんど表示しなくていいんです。これが問題になってくるんですね。で、この3つですよね、豆腐と納豆と味噌程度です、表示されているのは。で、EU はですね、全食品表示なんです。ですから食用油とか醤油とかですね、ああいうカップ麺なんかも表示しなくちゃいけないんです、全部。ですからカップ麺には遺伝子組み換えって書かなくちゃいけなくなっちゃうんです、あんだけ日本に使ってると。でそれがヨーロッパです。日本全く書かれてない。で表示での対象で原材料上位品目に限定の扱いがありまして、日本は上位3品目で、重量比 5% 以上に限定されておりまして、ヨーロッパは限定なしなんです。で上位3品目って何かって言いますと、食品表示って重い順番に並んでるんですね。でその3つです。最初の3つだけでいいですよ。で4番目以下に関しては遺伝子組み換えの原材料を使ってても表示しなくていいですよって言うんですね。でヨーロッパは全部表示しなくちゃいけないんです。わずかに使ってるものでも表示していませんよって。混入率ですけど、これも困ったもんで、日本は 5% まで混入率になってるわけですね。でヨーロッパは 0.9% なんです。ですから例えば 1% 入ってる場合、日本は遺伝子組み換え大豆不使用になるわけです。豆腐でですね、 1%遺伝子組み換え大豆が入っていても遺伝子組み換え大豆不使用に、ヨーロッパは遺伝子組み換え大豆使ってますになっちゃうんです。 0.9% のものですから、 1% の場合で、いやこれはね、本当に私もびっくりしたことなんですけども、ヨーロッパの環境保護団体から日本の、まあ、日本消費者連盟って、まあ、私が、まあ、共同代表でやってるんですけど、日本消費者連盟にですね、でっかい段ボール箱にですね、1箱ですね、送ってきましてですね、でそれでヨーロッパでも遺伝子組み換え食品が売られてた、びっくりだっていうですね、でそれで送ってきた。でみんな日本の食品なわけですよね。でお味噌とかですね、まあ、いろいろ入ってきてあるわけです。で、と思ってですね、調べた。でこれに全部日本の食材店で見つけたものですって。でそれで送ってきた。で見ましたら、まあ、例えばですね、まあ、あんまり実名上げちゃいけないのかもしれないんですけど、まあ、いいでしょう、花丸き味噌があったわけですね。で花丸き味噌がありまして、でそれ で見ましたらね、食品表示を見ましたら、日本語では遺伝子組み換え大豆不使用って書いてあるんです。でヨーロッパ、まあ、ドイツ語では遺伝子組み換え大豆使ってますって書いてあるんです。でと思って、それで花丸き味噌に問い合わせしたんですよ。それでこういうふうに使っております、こうになってるんですけど、どうしてですかって聞いたんですね。でそしたら花丸き味噌の答えは、それは私たちの感知するところではありません。どうしてかというと、日本語までは感知すると。で、あとのドイツ語のラベルを貼ったのは、輸出した業者、あるいは輸入した業者っていうんですかね、その業者が勝手につけたんだった、ね、で、どうしてですかね、なんて言って、分かりませんけどもっていうことで、
で多分ですね、その業者にしてみると、今ですね、実際問題として、例えば豆腐とか味噌をですね、分析しますと、大体遺伝子組み換え大豆はですね、1% 以上入ってるんですよ。輸入大豆を使ってる場合、遺伝子組み換えてない大豆を使っても、必ず入っちゃう、1% ぐらい入ってきちゃう、1% 超えて。ですから、ドイツでそれが分かると大変なことになる。0.9% 以上ですから。だから、業者が、親切に、親切って言ったらいいんですかね、そういうふうにですね、ラベルを貼り替えて出して、出してみたいな。と思いましたけどね、こういうことが起きるんですね。それからレストランも日本は全くないわけですけど、ヨーロッパで外食産業もメニューに表示しなくちゃいけない、原子組み換え。で、資料も日本はないんですけど、ヨーロッパは表示しなくちゃいけない。でそうすると、例えばですね、私たち、身近なところでも、例えばペットフードなんかもですね、やっぱり表示しなくちゃいけないわけですよ、ヨーロッパで。で日本は全然ないわけですね、当然。で、調べたことがあるんですけど、ペットフードなんかでね、やっぱり遺伝子組み換えが入っているケース、大体入ってますね。で、こういう4作物が使われている場合ですね、あんまりないんですけどね、あんまりないんですけども、でも 4作物、先ほどの大豆中のトウモロコシなんかが使われている限りは、遺伝子組み換えのものです。そういうことになります。それから、表示の分かりやすさ、分かりにくさっていうのもありましてね、これも困ったもんでね、私もよく消費者庁と喧嘩するんですけども、消費者庁の役人ってどうしようもないんですよ。こんなところでこういうこと言っちゃなんかもしれないですけども、本当にどうしようもなくてですね、あれはほとんど農水省からの出向なんですよ。ですからですね、消費者の方を向かないで農水省の方を見ちゃってるんです。でそれ で農水省、早く戻りたいらしいんですね、農水省に。で、なんか腰掛けって感じらしいんです。でそれがもう本当に私たちにすごく見えるもんですから、もうちょっと腹立てるんですよ。でそういう消費者庁と年がら年中喧嘩してて、でその時にですね、よく言うのは、例えばですね、ここにお醤油が、ここにお味噌があったとします。ちょっと見えませんけど、一応そういう見てください。これ醤油として、これが お味噌とします。でそれで、両方とも遺伝子組み換え大豆に関するその表示がないとします。お醤油もお味噌も。で、その場合、これは一体何を意味するでしょうかっていう問いかけをするわけです。で、お味噌と、で、その、お醤油、お味噌。で、これ意味が違うんですよ。意味が違ってくるんです。で、それで聞くんですけど、で、何が問題かというと、お醤油は遺伝子組み換え、先ほど言いました、表示の対象外ですから、表示義務がないわけです。ですから、大半はもう遺伝子組み換え大豆を使ってるわけです、お醤油は。今なんですね。でそれに対してお味噌は表示義務があるわけです。だから先ほどちょっとお話しましたけど、豆腐と納豆と味噌程度って話をしましたけど、表示義務のある食品。で表示義務のある食品の場合は、遺伝子組み換え大豆を使っている場合には、必ず遺伝子組み換え大豆を使っているっていう表示しなくちゃいけない。表示義務がありますから。でところが使っていません。遺伝子組み換え大豆を使っていませんよっていう表示は任意表示なんです。そしたら豆腐を見ても納豆を見ても書いてないやつありますでしょ。任意表示だからなんです。ですから、ですからその任意表示の場合は、ですから使ってる場合には必ず使ってるっていう表示しなくちゃいけないわけですけど、使ってない場合はつけてもつけなくてもいいものですから、表示なしは使っていないということを意味しちゃうんです。わかりました。さすがにここは何か学生にしゃべるとですね、これやっぱ分かんないですよね。それで大変なんていうんですかね、分かりにくいっていうか、これよく試験問題に使うんですというのはですね、食品表示ほど試験問題にいいもんないんです。わけが分かんないでしょ。本当にいいんですね。ですから、繰り返しますと、豆腐と納豆と味噌は表示義務がある食品なんで、遺伝子組み換え大豆を使っている場合には必ず使っているという表示をしなくちゃいけない。だけど、使ってない場合の不使用表示は任意表示なものですから、つけてもつけなくてもいい。だからつけない場合はあるわけですね。その場合、だから不使用になるわけです。で、これが言ってみると、わけが分からない話なんです。だから
だから消費者庁の役人に言うんですよ、遺伝子組み換えの表示がない場合、醤油と味噌でこれ意味が180度違う、これじゃあ消費者選べないじゃないですか、ね、こういうのを欠陥表示って言うんですよって言ってるんですけども、まあ、そうなんです、実は。これ分かりにくい。で、ヨーロッパはすごく分かりやすいんですね。で、使ってる場合には GMO、まあ、ジェネティカリーモディファイドオーガニズムの略なんですけど、まあ、遺伝子組み換え体と言っていいんですかね、遺伝子組み換え生物体、生命体と言っていいんですかね。で、GMO、あるいはその GM、例えば、大豆という形での表示が必ずしなくちゃいけない。で、それに対して表示なしは不使用です。ですから、全く遺伝子組み換えの表示がない場合には、これ使ってませんよということを意味してしまうね。でヨーロッパのスーパーなんかに行ってずっと見てますと、この表示がないんですよ。ですから、本当に使ってないんでね。もう物の見事です。使ってるものを見探すのが難しい。で、そのぐらいにやはりヨーロッパは守ってます。自分たちのやっぱり食べ物を守ってます。まあ、先ほどの天才もそうですけど、本当にそういう意味でよく守ってますね。で、種はアメリカモンサント社が独占状態ですよってことなんですけど、今世界の種子のですね 27% を占めております。で、それから多国籍企業出資者がですね、今世界の種子の 70% を支配してますね。で、ベスト3がバイテク企業でして、モンサント、デュポン、シンジェンタ、まあ、下に世界の種子企業トップ10っていうのが書いてありまして、ありますので、表がありますので見ていただければと思うんですけども、モンサントが圧倒的にトップなんですね。それからデュポン、それからシンジェンタ、でこの3社が遺伝子組み換え企業ですね。で、さらにここにドイツなんですけど、バイエル・クロップ・サイエンスっていう企業がありまして、でこれが4大メーカーってよく言われてるんですね。遺伝子組み換え作物のいわゆるモンサント、デュポン、シンジェンタにバイエル・クロップ・サイエンスで、これが4社が遺伝子組み換え作物の開発メーカーです。で見てお分かりのように、この4社と大体6割しちゃってるんですよ。で、すごいですね、6割近くを占めてしまってるという現状が実はありまして、でこれだけ種子独占が進んでるんですね。日本は坂田の種がですね、9位に入ってるという点が、日本の場合の特徴なんですけど、11位か12位あたりに多機種苗が入ってます。で、そういう意味ではそのベスト10の中にはその1社、それからまあそれにちょっとその11人ぐらいの多機を入れますと、日本はまだいい方なんです。で、何がいい方かっていうと、日本の国産の種、日本の種というのは、実は販売されている種というのは、日本のこの坂田と多機がかなりシェアを占めてる、支配しているので、遺伝子組み換えでない種をもう売ってるから。ですからまだ日本はいい。だけど隣の韓国は実はですね、ほとんどが種子メーカーが買収されてしまったんですよ。 ですから私もですね、心配しているのは坂田の種とか多機市場がその買収されるのがすごく気になる。で、もし買収されてしまうと、えらいことになるね。モンサントとかこういうところも買収されて、日本で販売されている種子が入ってみると、どうなっちゃうだろうか、そういう懸念はやっぱり今あります、実際。まあ、ですからこの間種の講演会があった時に、滝の方と坂田の方が来られてたんで、まず頑張ってください、それから絶対に遺伝子組み換えの種子を売らないでくださいってお願いしたんですけどね。で、この2つはそのぐらいに危ない状況にあることは間違いないですね。で、これ本当にね、もう困ったことなんですけど、おそらく仙台でですね、ホームセンターに行かれてですね、種が販売されてると思うんですよ、いろんなところ。で、今度その裏側をひっくり返してみてください。原産国がどこかっていうの。で、実はですね、鳥取に、で、米子に伺った時にですね、米子の方が調べてくれてたんですね。で、私が行くっていうんで、で、夏休みの子供の宿題っていうことでですね、種がどこから来てるかっていうのを調べるって言ってですね、それで全部調べてくる。あるホームセンターで調べた。穀物と野菜とお花。で、この3つの種類の種を調べた。で、全部で244種類ぐらいあるんですね、種が。で、そのうちですね、国産の種ってどのぐらいだったと思います？何個ぐらいだった？244のうち。
いくつぐらい？ 80%。 いや本当にね、 10% あればいいですね。3つだったんです。で244のうちに3つしかなかった、国産の種子は。でそのぐらいに今国産の種子って少ないです。で、まあ、だから酒田とか滝も外国で実は作ってます、今。でこれはもうもちろんコストの問題もあるんでね、いわゆる労働力の問題もありますけども、あと種っていうのはやっぱり花粉が飛んでくるとまずいので、非常に隔離されたところで作るんですね。でそういうその地理的条件っていうのもあるらしいんですけど、まあ、ですからいつこのそういう状況ですから、モンサントなんかに乗っ取られてしまう可能性はあるんですよ。だからそういうのがやっぱり、すごく怖いな、ね。で TPP についてちょっとお話ししたいんですけど、今ちょっと先ほどちょっとお話ししましたけど、まあ、今やっぱりすごい私たちがこの TPP もいろんな問題が山積しておりまして、で今度ですね、実は私が東大の鈴木先生なんかと一緒にですね、あと佐久総合病院の色平先生なんかと一緒にですね、岩波ブックレットで遺伝子組み、遺伝子組み換えで TPP が暮らしをどう変えるかっていうですね、そういう今原稿を書いてですね、もうすぐできるんですけども、そういう非常に 手頃な 薄っぺらいブックレットなものですから、まあ、もし書店でご覧見たらですね、ちょっと見ていただければと思うんですけども、私は食べ物の安全性の問題について書いたんですけど、これいろいろもう本当にやられちゃいます、まあ、TPP になると、まあ、やられることになっちゃうね。で今の状況って何かって言いますと、そのやっぱり多国籍企業が国家より上位になっちゃうと、でこれが今の状況なんですね。ですからもうモンサントの方が強いんですよ、アメリカ政府より強くなっちゃったんです、実は。でアメリカ政府を逆に支配してるようなんですね、そのぐらい強い力を持っちゃったんですね。で、まあ、そのぐらいに今なってしまったということなんですね。で、まあ、これ貿易障壁を取り払うということで、関税障壁と非関税障壁があるんですけども、もちろん先ほどの天才とか、あこれ入ってませんでしたね、それが連綿の中には抜けております、すいません。説明には入っておりませんけど、つい入れてしまいまして、すいません。最近怒りに燃えてるもんですけども、本当に TPP に関しては。で非関税貿易障壁撤廃というのはすごく問題なんですよ。で特にですね、例えば食品添加物の追加承認なんですけど、今46種類の追加承認が行われましたよね。でこれはいわゆる欧米でですね、一般的に使われている食品添加物に関しては、まあ、言ってみると安全性評価を ほとんどしなくても認めましょうって話なんですよ。で今まで食品添加物って必ずですね、各国ごとに安全性評価して認可してたんです。でこれ当たり前の話なんでして、じゃなぜかというと、食品添加物っていうのはそれぞれの国によって食文化が違うから摂取量が違うわけです。ですからその各国ごとに安全性評価して認可する仕組みだったわけです。そうするとこれが貿易障壁に当たるって考え方、ある国で認めて、ある国で認めてない。でそれで国際汎用食品添加物って概念ができちゃったんです。世界で一般的に流通している食品添加物については世界的に認めようって話になっちゃった。でそこでですね、TPP を睨んだ形で、まあ、どんどんどんと今食品添加物が認められておりまして、でほとんど安全審査抜きでバーッと認められちゃってる状況が起きてたんですね。でこういうことが今起きてます。だから牛肉の輸入条件緩和っていうのが起きました。で2月1日にはですね、アメリカ産牛肉の20ヶ月齢規制が撤廃されて30ヶ月齢に緩和されたわけですね。要するに今までは20ヶ月でしかアメリカ産牛肉を輸入してなかったのに30ヶ月で緩和され、でそうすると輸入量がほとんど元に戻るんですよ。以前の本当に最初にアメリカで BSE が見つかった時期に日本は全面禁止しましたけど、輸入禁止しましたけど、その禁止する直前の数量に戻ります。でそのぐらいに30ヶ月でも元に戻っちゃうんですけども、さらに全面撤廃が今求められる。30ヶ月どころか。だから食肉でのホルモン剤やですね、抗生物質の解禁が求められることになります。
で今アメリカ産牛肉ってフードインクって映画ご覧になった方おられますかね。おられますか。最初の場面がちょっと衝撃的だったと思うんですけど、鶏がですね半分の期間で飼育期間が半分で2倍の大きさになるって言うんですよ。でこんなこと普通ありえないでしょ。飼料だったら絶対ありえない。餌だったらだって人間だってそうでしょ。半分の期間で2倍の大きさになったら大変なことですよね。生物ですから。でそれは何を使ってるかってホルモン剤使ってるわけですよ。成長ホルモン剤を。で少しないと無理なんです。でそうするとアメリカ産牛肉とか豚肉とか鶏肉ってみんなホルモン剤使われてるんです。でそうするとですねどういうことが起きるかって、鶏の場合ですね非常に成長が半分の期間で2倍の大きさですから骨がついていけないわけです。成長がですからほとんどもうよれた状態とかもう寝転がった状態とかもうひどい状態、もうほとんど病気の状態になっちゃう。でそういう鶏肉をですねどんどんこのトラックに積んでですね、で、まあ、いわゆる食肉生産工場に行って最後はパテになって出てくるって話なんでね。これが最初 の映像なんですよ。でそういうホルモン剤日本もちろん使ってないわけですよ。だけどアメリカ産の牛肉とかみんな使ってるわけですね。アメリカ産の牛肉とか鶏肉とか豚肉には。でそういうのがやっぱ解禁になるという話になってくるんです。だから日本でも使えって話。抗生物質がですね解禁になりますね。でアメリカ産 のそういう畜産の現場ではですね抗生物質がたくさん使われてます。でいろんな抗生物質が使われてますね。であれを何のために使うかっていうとですね抗生物質を投与するといわゆる腸内細菌殺しちゃうんですよ。腸内細菌殺してしまうと飼料を餌を取った時にその餌の栄養分がバクテリアを養うのに使わないで吸収してくれてこれも成長が早まるってんで使ってます。成長促進も薬で使ってで その代わり何が問題かってアメリカで問題なのは抗生物質の種類が多くてその病院で使ってるやつも使ってるんですよ。でその病院で使ってるやつは使っちゃいけないんですよ。日本は使っちゃいけないんですよ。でどうしてかっていうと当たり前なんですね。耐性菌が生じてですね治療が効かなくなるから。でアメリカではそれで治療が効かなくなって亡くなられる方がすごく多いんです。でそれが問題になってですね、アメリカでは社会問題化してるわけです。でそれの解禁を求める。それからスパイスや食肉などの放射線照射の容認が行われる。でこういうですね例えばそういう今の畜産の現状でそのフードインクなんかでは大腸菌を1問題の問題が出てきてるんですね。ですから抗生物質、耐性菌が広がってるわけです。でそういう大腸菌O157とか抗生物質耐性菌対策でアメリカはですね放射線照射を認めたわけです。そういうバクテリアを殺しちゃうって考え方ですよね。でそれでですから放射線照射だけど放射線照射すると問題なのは放射線すごい強い放射線当てるんですよ。日本でもご存知ですよね。ジャガイモで放射線当ててるって話はご存知だと思うんですけど、あれ目止めなんですね。目を出ないようにしてるわけです。そうすると放射線私もシホロ農協っていうそういう北海道で照射施設があるんですけど、そこ見に行ったんですけど、ぐる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 回って、いわゆるガンマ線当ててるわけですよ。でそれですごい強い細胞を殺さなくちゃいけないわけですから、すごい強い放射線当てるんですね。でそうすると当てたばっかしのジャガイモっていうのは放射線臭って匂いがすごいんですよ。でとてもとても食べられるような代物じゃないですね。でしかもですよ、最初当てた時にはいわゆる誘導放射能が生じるんです。で強い放射線当てますからジャガイモ自体が放射能化するんですよ。でただこれは誘導放射能ですから半減期はものすごく短いんですよ。ですから置いとけば放射能化しなくなっちゃうので、それで問題ないってことになっちゃってるわけですけど、ですからそれをアメリカではスパイスや食肉などに用いていいですよというふうになってるわけですよ。でそれをですね日本にももう容認しろって圧力がかかってるんですね。でそういう問題がある。それからもう遺伝子組み換え動物食品ですね。だからクローン家畜食品の輸入規制撤廃、特に遺伝子組み換え鮭の承認間近なんですから、こういう問題も起きますよってことなんですね。こういうのがあります。であと食品表示もですね、以前製造年月日っていうのが書かれてたわけですよ。
でこれも国際的なですね、そういう貿易を優先するために廃止されちゃったわけですよね、製造年月日表示。あれ なぜかっていうと、その製造年月日を書くと輸入食品が不利になるからなんです。それで賞味期限、消費期限っていう消費期限表示に変えられてしまったんです。で、まあ、遺伝子組み換え食品の表示の撤廃圧力っていうのは今かかっておりまして、だって先ほどちょっとお話ししましたように、遺伝子組み換え食品の表示、日本は本当には貧しい表示なんですけども、でも豆腐納豆と味噌には かなり書いてあるわけですね。でそうするとですね、モンさんとは何て言ってるかっていうと、あの表示があるとですね、遺伝子組み換え食品がですね、悪く思われるってわけですよ。だからこれは貿易障壁に当たるっていう考え方なんですよ。だからこれも落選っていうことなんですよ。で、まあ、そういう圧力にもかかったんですね。でこれから環境影響評価の緩和もですね、生物多様性影響評価の緩和とか、遺伝子組み換え作物栽培規制の撤廃とか、こういうものもこうあの TPP にかかあの参加協議の中で必ず問題になってきます。それからあと残留農薬規制の緩和ですね。でこれもですね、日本はですね、実はあのアメリカの基準が適用されて日本の規制値の緩和が行われる可能性がある。でラウンドアップの場合、アメリカはですね、まあ、あの 100ppm、 日本は 20ppm なんです、残留基準が。でそうすると日本の方が厳しいわけですね。でそれをですね、 100ppm にしろっていうのに決まってるわけです、ね、でその他ポストハーベスト農薬ってご存知だと思うんですけど、あの特にですね、果物の周りにこのテカテカに塗られてますでしょ、グレープフルーツとかレモンなんかに、あれ農薬なわけですね。でこれについてのですね、今観測が求められているんです、安全性評価。これどういうことかって言いますと、実はあれ農薬な、あの広いですね、あれ、あの私もグレープフルーツいただいたことがあるんですけど、あの周りがテカテカなもんですから、あこれ農薬だよななんて思いながら、食べるべきか食べざるべきかなんて、まあハムレットの気持ちじゃないですけど、あのそれが問題だまでは言いませんでしたけども、そのあのどうしようかって悩んでる、悩んだ挙句が半年間経っちゃった。で5月頃いただいたやつなんですけど、半年間秋になっちゃった。全然変わってないんですよ、周り何も変わんないんですよ、こうびっくりしちゃう、こんな長持ちすんのとか。でそのまま1年経って見たら少し傷んでました。でもほんと少しだったんですよ、びっくりです。そのぐらい長持ちするんですよ、あれ農薬なんですね。で実はですね、日本にはあの果物の周りに塗る農薬は塗っちゃいけないことになっています、日本では。であの唯一認められているのは燻蒸剤だけなんです。バナナなんか燻蒸してますよね、果物で、ああいう燻蒸剤しか認められてないんですけど、 ですからあのアメリカからその輸入するときのポストハーベスト農薬で、あのグレープフルーツとかバナナとかいろんな果物の周りに農薬が塗られてるのに対して、そうこれをそのままだと日本は輸入拒否になるんですよ、日本の基準ですと。でそれをですね、まあ、日本は51番目の、ね、アメリカの州と言われてますから、これはまずいってことになりまして、日本政府はでどうやって受け入れるか、そういうふうな発想になるんですよ、日本政府っていうのは。どういうふうにして受け入れるかっていうふうに決めたときに、実はあの周りに塗られている農薬は、これは農薬ではないとすればいいだろうと。でそれで食品添加物になっちゃった。で、そういう話になっちゃったよね。で、ここまでならまだなんですけど、今アメリカ政府は何て言ってるかっていうと、おかしいじゃないかってわけですよ。で同じ農薬がですね、片っぽでは農薬として安全性評価をしなきゃいけない、もう一つ食品添加物として安全性評価しなきゃいけない、2つの安全性評価が必要になるってのはおかしいじゃない、でこれを1つにしろ、農薬だけの評価にしろってのが今日本の政府に対して働いている圧力がかかってるんですよ。で本当に変な話でしょ。本当にびっくりするんですけど、でそういうことが今ですね、 TPP があるんですよ、来てるんですよ。で、まあ、こんなことがですね、実は起きてるんです、背後では。で、あと、遺伝子組み換え作物ではですね、まあ、生物多様性を破壊してる、まあ、最近は生物多様性っていう言葉が通用するようになりましたので、まあ、よく なったんですけど、今遺伝子組み換えの種が全国で自生してるんですね。で、まあ、本当にあの、まあ写真があったかな、
これなんかそうなんですけど、これ鹿島港の近くなんですけど、本当に綺麗な菜の花が咲いてるんですよ。これあのガソリンスタンドがですね、廃止されまして、でそのちょうど境目がですね、土にですね、わーっと種が入っちゃったらしくて、であの道路がトラックが通っていくわけですね。トラックが通っていきますと、ここに種がわーっと飛び散るわけですよ。でそうするとですね、きれいに自生しまして、こういうふうにですね、遺伝子組み換えの種がですね、全国的に今自生してるんです、実は。で、まあ、こういう状態が起きてます。実は今年初めてですけど、実はですね、こういうことがあったんですね。宮城県でも自生調査をお願いしておりまして、実は2011年3月11日です。でその調査をお願いした方々が石巻港に調査に入ったんです。で、私本当にびっくりしました。でそれで石巻港がですね、実は農水省の調査で遺伝子組み換えの値が見つかったんですよ。でそれでぜひ調査してくださいってお願いして予備調査に入ったんですね、3月11日。それで震災に遭われてしまいました。でもまあ皆さん無事だったんで、私たちはほっとしたんですけども、まあ、そういうことが実はありました。で今年ですね、実は宮城の遺伝子組み換えのために見つかったんです。 ですから まだ詳しい報告を聞いてないものですから、どこでどう見つかったかってまだお聞きしてないんですけども、これは鹿島港なんですけど、こういう形でですね、結構やっぱり全国化してます。でまあ、これもびっくりです。でこれはですから実際問題としてはもう環境汚染で自生しているんですね。日本は先ほど言いましたように栽培、非栽培国ですから。で、こういうふうにですね、もう一つですね、殺虫性作物ですね、先ほどちょっとお話ししました、まあ、作物自体に殺虫能力がある作物、これではですね、実は耐性害虫というのが増えましてですね、殺虫毒素で死なない害虫が増えましてですね、生態系が変わっちゃった、害虫の変化、害虫のその生態系が変わっちゃったですね、もう一つはですね、新たな害虫が出現したりしてるね。で、実はこれが、これ耐性害虫なんですけども、本当に かじってもですね、全然死なないんです、生き延びてる害虫が。でこれはアメリカの食品安全センターっていうところの方が撮影したものなんですけど、アメリカでですね、こういう耐性害虫がですね、実はアメリカでは広がっておりまして、でそうするとですね、まあ、いわゆる殺虫剤使わなきゃいけなくなっていくんですね、新たに。で今までは要するに殺虫剤使わなくていいですよって話だったのが、その殺虫剤使わなくちゃいけなくなったんですけど、今殺虫剤の消費量がどーっと増え続けてるんです、アメリカ。そういう問題が出てきて、でついでなんですけど、実は昨年ですね、たまたま生物多様性条約の締約国会議というのがですね、インドで行われたもんですから、そのインドに行ってきたんですね、その会議に出席するために。でその時にですね、向こう側 のモンサントなどの インドの現地法人などが主催しまして、インドの遺伝子組み換え型のですね、見学会っていうのが催されたんですよ。で私たちもそれじゃあ、まあ、臨場しましてですね、そこに、まあ、見に行ったんですね。でアフリカの方がすごく多かったんですけども、見学者がまず釣られましてですね、行ったんですね。そしたら本当に周りの綿畑に比べまして、すごい立派な綿畑が、で農家の方も着てる服も全然違ってたんですよ、周りの農家の方と。でそういうところに連れて行かれまして、でこれいいでしょいいでしょっつってですね、まあ、すごい宣伝、なんですね。で確かにすごいな、綿としてはすごいなと思ってですね、今見てきたんですけども、その時にですね、まあ、本当に綿は素晴らしいんですけど、でここを見に行ってですね、まあ、私たち日本人3人で、消費者団体3人で行ったんですけども、3人が一様に思ったことなんですけど、あれっていう感じで、生物の気配がないんですよ。昆虫とか鳥とかですね、そうなんて言うんですかね、要するに自然がですね、なんか、まあ、昔レイチェル・カーソンの沈黙の春ってありましたけども、なんか沈黙の春って感じなんですね、びっくりしました、そうなんだなと思って。でこれ周りの部分がですね、これラウンドアップで枯らしてるわけです。でこれすごい農薬かけて枯れた無残な跡だ。
で、または右側がまた畑で、その、またはある。で、本当に生物の気配。周りの雑草は全部ラウンドアップで枯らす。だから、なんていうんですかね、こういうあの遺伝子組み換えの、作物っていうのは、あの物を作る、そのものだけも問題になるだけなんですね。で、私たちやはり日本でいうと、あの自然豊かな自然の中で生かされている。で、その中でやっぱり農業というのも存在する、その自然な豊かな中 でそういう感覚を実は、まあ、持っていますよね、大体日本人ですと。で、これは田舎っていう、田舎の風景っていうか、はあ、典型的な田舎の風景とか、ね、豊か、自然の豊か。で、そこに、まあ、人間が住んでて、まあ、そういう田んぼとか畑があって、里山があっ って、まあ、そういう風景を思い浮かべると思うんですけど、全く違うんですよ。だからこういうものを目指してんだなってすごく感じました。遺伝子組み換え作物。で、まあ、ですから、物を作るというだけしか見えてこないんですね。うん、やっぱりびっくりしました。で、あと耐性雑草を今拡大してきてます。除草剤耐性作物で耐性雑草が広がってきまして、今あの農薬使用量が増えてきまして、除草剤がすごく増えちゃった。で、あのベンブルックさんって方がですね、あの報告が出ておりまして、アメリカでは96年に遺伝子組み換え作物が開発されてから、まあ、2011年までの間に4億400ポンドのですね、農薬のですね、あ、ごめんなさい、4億400万ポンドですね。なんて書いてない。私の方に、あ、これ間違え、私の方間違えって、400万ポンドって書いてあるんですね。で、あの、農薬の消費量が増加し、あ、除草剤、そうそう、こちらの方がただあのいいですね。除草剤だけで見ると5億2700万ポンド増加してる。で、そういうことが分かります。で、このぐらいにやはり今、アメリカでは農薬の消費量が増えてしまってるんですね。で、これは耐性雑草がやっぱり一番問題になる。で、これはアメリカの典型的な耐性雑草。で、背丈よりもはるかに高くなる。もうびっくりするぐらいの耐性雑草なんですけども、これはですね、やっぱアメリカで広がってるんです、実は。で、これもアメリカの食品安全センターの方がですね、実はあの、撮影されたものなんですけども、本当にあのびっくりですね。で、まあ、もしあれでしたら、このデータをあの土井さんに お送りして、あれですね、あの お渡しして、皆さんが使えるようになるといいかもしれないね。で、こういう、こんなになってますよっていうのを見るのにですね、あのいいと思いますね。で、これはあの、どこだったかな、これアルゼンチンのスーパー雑草なんですけど、アルゼンチンでもこういうふうにですね、あの畑の真ん中にこういうバッとそのラウンドアップで枯れないような雑草がバッとできちゃったりするもんね。で、まあ、こういうのがですね、実はあの今問題になってます、実は。で、これがあの、ですから除草剤の消費で増やしちゃうんですね。経済的損失も今だいぶ増えてまいりまして、三重県で菜花の自家採取を諦めるケースと。これあの三重県って三重菜花って結構有名なブランドなんですね。で、これなぜあの自家採取を諦めたかっていうと、あの実はですね、四日市港からですね、ちょうどあの松坂の方までですね、あの南下していく国道沿いにですね、時間勝手に喋ってますけど、まだ大丈夫です。大丈夫ですか。すいません。四日市港から南下していく国道沿いで、松坂の方まで国道、油の工場がですね、あの松坂の近辺にあるんですね。で、四日市港であの菜種を荷上げしまして、国道沿いにずっと運んでいくんですけど、何しろ最初の段階で、初期の状況、初期にですね、まあ、まともに真面目にあのいわゆるコロとかそういう応用しないで、あとは運んじゃったもんですから、種がわーあっと飛散してしまいまして、ものの見事な菜の花街道ができてしまったわけで、それでですね、調べますと今も大半が遺伝子組み換え菜種になっちゃって、で、先ほど見ていただきましたように、あのカナダでの遺伝子組み換えの割合が 97.5% ですから、もう ここで落ちるともうみんな遺伝子組み換え菜種なんです。で、そうするといわゆる三重菜花と交雑する可能性があるわけですね。で、そのためですね、自家採取を諦めるという事態が起きてしまう。だから欧州ではですね、オーガニックコットンにですね、あの先ほどの綿がですね、遺伝子組み換えの綿が混入して
アパレルメーカーが損害を被りました。で、オーガニックっていうのは遺伝子組み換えでない、オーガニック に2つの排除の原則がありまして、遺伝子組み換え排除なんですね。それから放射線照射排除なんです。でこの遺伝子組み換えと放射線照射はオーガニックとして認めませんよっていうのがあるんですね。でそうしますと逆に遺伝子組み換えが混入するとオーガニックって何の出なくなっちゃうんです。でそういう問題が実は起きてしまう。でカナダではアメリカカナダでは有機農業を断念する農家が出てきて、今言いましたようにオーガニックっていうのが遺伝子組み換え排除の原則があるものですから、こういう問題が起きちゃうんですね。で西にオーストラリア州では有機農家に隣接する遺伝子組み換え菜種なんですけど、菜種農家からの汚染で有機認証が取り消されたケースが出てまいりました。それから同じく西オーストラリア州ではトラックの火災事故により15トンもの遺伝子組み換え菜種がばらまかれるという事件が起きました。でこれによってですね、だいぶ中根のですね、価格が暴落するという問題が起きてしまう。それから沖縄では遺伝子組み換えパパイヤの種子汚染が起きて、ほとんど全てのパパイヤが刈り取られてしまったんですね。でこういう、これ意外と知られてないんですけど、日本で起きた大きな事件なんです、実は。で、これはオーストラリアで起きた、その前、先ほど言いました、その、中根をばらまいてしまった事件なんですけど、トラックが火災事故を起こしましてですね、下に穴が開いたんですね。でそれで知らないでですね、走ったもんですから道路沿いずーっとばらまきながら走っちゃったんですね。でそれで気がついてですね、火災事故ですからびっくりして、まあ、止めたわけです。でそれで、まあ、こう止まって、それでこれだけ中根がバーッと落ちちゃったんですけども、でなおかつ消防車が来まして水かけたものですから、この菜種の種がまたまたまかれるっていうですね、こういうことが起きてしまいました。でこのあとですね、半年後に見に行った方がおられて、ここの現地に、まあ、本当にきれいに菜の花が咲いてたっていう話なんで、まあ、そういうことが起きました。でこれは四日市でですね、実はブロッコリーとの交雑種が見つかったんです。で菜種がですね、菜種というのはアブラナ科の植物なもんですから、いろんなものと交雑を起こしてしまうんですね。まあ、例えばまあ、アブラナ科の植物の代表例としますと、例えば大根とかキャベツとかですね、ブロッコリーとかカリフラワーとかですね、小松菜とかですね、まあ、いろんなものがあるわけです、アブラナ科っていうのは。であるいはその野沢菜だとか高菜とかですね、からし菜とかですね、まあ、いろんなものがあるわけですね。でそういうものと交雑が起きやすいんですよ、菜種は。でそれで問題になってくるね。これブロッコリーなんですけども、こういうのが見つかってしまったんですね。で沖縄のパパイヤですけど、本当にパパイヤが汚染が起きてしまった。ちょっと、話するとあれなんです。でこれ医療保険で私が自生しているパパイヤを取ってきたんですけども、実はですね、沖縄本島でもですね、宮古島でもですね、実はよーく見るとですね、よーく見るとパパイヤって至る所にあるんです。で庭とかですね、道路沿いとかですね、パパイヤ自生してるんですよ。でこの間実は農水省と環境省が調べましてね、自生調査調べたんです。でそしたらですね、道端とか空き地でですね、遺伝子組み換えパパイヤが見つかったのに、民家の庭先で見つかったのではですね、で調査数627のうち57が遺伝子組み換えのパパイヤと。でこういうことが起きまして、全体的に 8.5% がですね、遺伝子組み換えパパイヤだった。でこれね、やっぱり私たちもびっくりしちゃったんですけども、一旦自生が始まるとですね、こういう形で広がっていっちゃうね。でパパイヤだから、まだこれごく一部の調査らしいんですね。で沖縄の南部とですね、宮古島の本当にわずかの調査なんですけども、このぐらいの汚染が起きておりまして、で、まあ、これからも調査するって言っておりますので、こういう問題があります。でもう一つですね、今ついでにちょっとお話しして、これも書いて、もしかしたらこれも出てないんですけど、ついでの話で、今実はですね、これもレジュメにはない話で申し訳ございません。
遺伝子組み換え鮭がですね、まもなく承認されそうなんですよ。でそれで実はこれはアメリカのベンチャー企業のアクアバウンティーテクノロジー自社っていうところを開発したものなんですけど、実はこの会社モンサントの傘下に入ってしまいまして、今この鮭を開発している企業とモンサントのなんか関連会社になっちゃうんですね。でカナダのプリンスエドワード島っていう、いわゆる皆さんよくご存知の島なんですけども、赤毛のアンっていう有名な赤毛のアンの島で開発されておりまして、で2倍のスピードで成長するんですね。でこれで、すごいんですよ。これが鮭なんですけど、下が普通の鮭で、肉上が遺伝子組み換えの鮭で、用意どんで成長させますとか、このくらいに差がつくんです。で大きくなるんですね。でこういう鮭なんですけど、でこれ非常に問題でありまして、何が問題かと言いますと、まずですね、遺伝子組み換え鮭ですね、すごい性格が悪いそうなんですよ。ですごい獰猛なんですって。でそれでですね、例えば、ご存知のように鮭、お魚っていうのは体外受精ですよね。でメスが卵を産んで、その上にこのオスがですね、精子を振りかけるわけですね。でそのメスが卵を産んだ時に、性格悪いもんですから、でしかもでかいでしょ、巨大でしょ、だから周りにいるオスを全部蹴散らしちゃうんですよ。で自分で独占しちゃうわけですね。で精子かけるんですけど、これ遺伝子組み換えででっかくしてるもんですから、ほとんど生殖能力ないんですよ。ですから受精しないんです、卵は。ですからこれが非常に大きな問題になるんですね。でそれからもう一つは、成長が早いものですから、貪欲にいろいろなものを食べちゃうんです。ですから例えば小魚なんかもどんどん食べちゃう。ですからこれ屋外に、いわゆる屋外じゃない、海の中に逃げ出すと大変なことになっちゃうんです。で生態系が完全におかしくなるだろうって言われて、でそれからあともう一つはですね、これスウェーデンの研究者が発表したんですけど、どん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 貪欲に食べるけども、いわゆる成長が早いもんですから、いわゆる溜め込んじゃうわけですね、いろんなもので。中にはそういう有害物質もですね、どん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 溜め込んでってしまって、なかなか排出能力が伴わないらしいんですよ。ですから食べ物の安全性も問題がある、いろんな問題が指摘されてるんです。でそれが間もなく認められて、この間FDA がですね、アメリカの食品医薬品局というところですけど、承認を前提にパブコメを求めたんですけど、200万も集まったそうなんですよ。そのパブコメが、日本で200万集まるってありえないわけですけどね、パブコメが。でそれのほとんどが反対で、こういうことでどうなるかわからないんですけども、一応 FDA としては承認を前提にパブコメを求めてるもんですから、まもなく承認されるんじゃないか。それでこの会社ですね、受精卵を販売するんですよ。で受精卵を販売するってことはどういうことかっていうと、養殖場は全部別になるわけですよ。で今やっぱり私たちも、これ問題だなと思ったのは、今日本の鮭ですよね。日本、例えば私たちにとっても日本で食べてる鮭って大半が輸入になっちゃう、国産が本当少なくなっちゃいまして、大半が輸入になっちゃったんですね。でその輸入先で一番多いのがチリなんですね、日本の場合。でしかもチリの養殖なんです。養殖先なんです。でそうすると例えばこういうですね、エドワードと、こういうところからですね、受精卵を販売して、そういう養殖場で養殖したやつが日本に入ってくる可能性が出てきちゃう。でいろいろ考えたんですけども、例えばですね、遺伝子組み換え作物ですと、種を支配するものが食料を支配するっていうのが今もう当たり前になっちゃったんですね。だからモンサント社が世界の食料を支配する。でどうも魚もですね、受精卵を支配するものが世界の魚を支配するようになっているんです。言ってみると、その養殖が増えちゃったものですから、でもそうなりつつあるんですね。ですから、そういうところを狙ってるみたいなんですよ、この作業についてですね。こういうことがありました。で食べ物の安全性の話に入っていきたいと思うんですけども、いくつかありまして、除草剤作物に使われる除草剤の散布による健康被害、これが今広がっておりまして、
で、アルゼンチンですね、アルゼンチンでですね、今すごく問題になっているのがやっぱりラウンドアップを飛散浴びることによる影響なんですね。で、先ほどちょっとお話ししましたけれども、例えばですね、これが畑だとしますとですね、広さ、広い、ものすごく広い畑だとします。で、ここにラウンドアップをバーッと撒いて、例えば除草剤耐性作物ですと、最初にその除草剤ラウンドアップをバーッと撒くって話をします。で、全部枯らしちゃう。で、その後その大豆が生えてきて雑草が生い茂ってくる。さらにラウンドアップをバーッと撒くと。で、そうすると作物だけは全部生き残って周りが全部枯れる。ですからラウンドアップをバーッと撒くのがこの除草剤耐性作物の作り方なんです。そうしますと、バーッと撒いた時にこの畑のところでとどまるわけがないんです。ラウンドアップが周りにバーッと飛散していくわけです。で、アルゼンチンでなぜこれだけ健康被害が広がったかというと、ここに人家があるからなんです。で、そのため人の人家の上から除草剤が撒かれてしまうもんで、健康被害が広がっちゃったんですね。で、これが今大きな問題です。で、これからですね、あと食品としての安全性が脅かされているということでですね、で、アメリカ環境医学会が2009年にですね、報告を出したほか、ちょっとその前にあれがありましたね、すいません。帝京大学がですね、子どもの脳に影響が及ぶ。で、これは実は除草剤のラウンドアップに似たもので、バスタというのがあります。で、先ほどちょっとお話ししたんですけど、ほとんどがラウンドアップなんですけど、除草剤耐性で使われる除草剤、一部でバスタがあるんですね。で、菜種は半々なんですよ。ラウンドアップとバスタ、除草剤耐性作物で使う除草剤が。で、そのバスタを使ったですね、動物実験を日本の帝京大学が行ったんです。で、これでですね、どういう実験かっていうと、その母親に投与して生まれてきた子供への影響を見たんです。そのバスタを少し舐めさせてですね、そういう影響を見たわけですね。で、その時にですね、子供の生まれてきた子供のラットがですね、すごく凶暴になる。まあ言ってみると、そのせなんていうんですかね、凶暴化するっていうのがですね、問題になったんですね。で、そういう方向で、これについて環境ホルモンの問題に詳しい黒田陽一郎さんって方もおられるんですけども、この方が脳への影響がやっぱり あるっていうことですね。この除草剤が、で、どうもそういうことらしいということで、その解説を加えてるんですね。で、この帝京大学の報告で、この帝京大学の報告自体埋もれてたんですね。それを発掘されたのがその黒田陽一郎さん。こういうことがラウンドアップの人体の毒性が非常に明らかになりました。これは約200の論文をですね、環境保護団体が分析したんですね。で、これは公表されたというか、いわゆる、よく言われるんですけど、レフリーって言いますか、いわゆる査読とよく言うんですけど、いわゆる学術誌に載せる場合に、同業同じ専門家がですね、評価してこれは掲載するに値するという、それを評価したものだけが載るわけですよね、学術誌には。で、その論文、載った論文をですね、約200を分析して、ラウンドアップの有害性というのがもう明らかになったっていう報告が出てます。それから食品としての安全性ですけど、環境医学会ですね、アメリカ環境医学会がポジションペーパーというのを発表しました。で、これによりますとですね、今これはどういうものかといいますと、過去にですね、これまでこれは、2009年に出たものなんですけども、ポジションペーパーなんですけど、それまで行われた動物実験を全部集めても、遺伝子組み換え食品とかですね、で、それで分析したんですね、アメリカ環境医学会。その結果、3つの問題が起きている。その動物実験、1つが免疫システムに悪影響が出てきた。で、もう1つは生殖や出産への影響が出てきた。で、生殖や出産への影響ということは、特にですね、子や孫、ひ孫の代でですね、数の減少が起きて、ひ弱になっていると。で、そういうことが起きている。それから解毒臓器を障害している。で、特にやられているのが肝臓と腎臓である。で、肝臓と腎臓がやられていると、こういう報告を出しました。で、遺伝子組み換え食品はやっぱりやめるべきだ、とりあえずは中止すべきだという提言をまとめたんですね。こういうことが
あとカナダのシャーブルック大学医療センターがですね、妊娠している女性の方を調査しました。でその結果ですね、妊娠している女性の方の方が妊娠していない女性の方に比べてですね、あの除草剤やその代謝物ですね、まあ、ラウンドアップとかラウンドアップとかが分解過程にあるんですね。それとかですね、BT 毒素というのは殺虫性作物の殺虫毒素ですね。殺虫性作物の殺虫毒素が妊娠している女性の体内により多く蓄積して、しかもへその方にも拡散蓄積してる、だから胎児にどうも移行してるみたいという、報告例を出しました。で最近なんですけど、フランスのカーン大学の動物実験が行われました。で、まあ、セラリーニ教授らの実験で、これが最初にちょっとお話ししました、世界が食べられなくなる日という映画ですね。で世界が食べられなくなる日という映画がこのフランスのカーン大学の動物実験をずっと追跡したものですね。で、まあ、そういう意味ではすごく画期的なものです。でこれはちょっとレジュメにはないあれなんですけども、ちょっと具体的に説明すると、その遺伝子組み換え作物には実は除草剤耐性トウモロコシを使いました。で NK603 という除草剤耐性トウモロコシを使ったんですね。でその除草剤耐性トウモロコシですから、ラウンドアップ耐性なんですね。ですからそのまずその NK603 という除草剤耐性作物だけを投与した、ラット。でそれでもう一つはその除草剤耐性作物にラウンドアップをかけた状態で作ったものですから、プラス除草剤がかかったもの、それからもう一つはそのラウンドアップだけ、でこういう3つに分けましてですね、でしかもオスとメスに分けるというこういうことをやりました。それから2年というラットの寿命にわたる長期実験だ。でこれがやはりすごく画期的、今まで動物実験というか90日だったんですね。で90日しかまで行われなかった。でところがですね、これは2年行ったんです。でそうしますとですね、これで、まあ、セラリーニ教授がよく、まあ、おっしゃられたのは、2年という寿命をやるとですね、90日で分からなかったことが分かるというわけで、でそれは何かというと寿命の短縮なんですね。寿命がすごく短くて、特にですね、メスがすごく顕著なんです。メスですごく寿命が短縮されるっていうのが顕著で出てきたんですね。でそれからでメスではですね、乳がんがすごく大きくなる、それから脳下垂体の異常が大きい、でオスでは肝臓や腎臓障害が多かった、あと皮膚がんとか消化器系の悪影響です。でこういうのがですね、実はセラリーニ教授のですね、カーン大学の動物実験で分かったことなんですね。でこれは実は先ほどちょっとインドに行ったって話しましたけど、このインドでもですね、生物多様性条約の締約国会議の中で、このカーン大学 の若い研究者なんですけど来まして、この動物実験についてですね、レクチャーしてくださったんですね。で今回ですね、でこれがその動物実験のケースなんですけど、これ乳がんなんですよ。乳がんがすごく大きくなるんですよ。ででこれ 25% を超えると、まあ、ヨーロッパではですね、動物の福祉という概念がありまして、で 25% がんの大きさが 25% を超えると安楽死させなきゃいけないっていうですね、まあ、そういう規定がありまして、それで大きさを測りながらそういうふうにして、ですから、まあ、そういうことが起きる。でこれ GMO って書いてありますけど、これが除草剤耐性のトウモロコシを与えた集団なんですね。これで大きくで、これから GMO プラス R っていうのはラウンドアップの意味なんです。でこの除草剤耐性の作物にラウンドアップがかかったやつですね、こっちはラウンドアップがかかってないやつを使ってます。でそれからあちらはラウンドアップだけなんですけど、ラウンドアップで、まあ、ラウンドアップ農薬はですね、まあ、これいずれもですね、3段階で薄いやつ、中くらいのやつ、濃いやつって3段階にしてるんですけど、ラウンドアップで一番薄いのはですね、水道の水質基準なんですよ。ですから一般の人が飲んでもいい基準 でやったりとかやってるんですけど、それでも影響出てるんです。ですからそういうそのぐらいでですね、やはりこれはやっぱりすごく衝撃的で、まあ、ぜひ仙台でも映画の上映会やられていると思うんですけど、まあ、ちょうどセラリーニ教授、監督さんがじゃん
ジャン・ポール・ジョーというあの未来の食卓という映画を作った監督さんなんですけども、まあ、この監督さんが日本に来られてですね、いろいろとお話しされたんですけども、ちょうどこの関大学 その動物実験をやっている時に、その福島第一原子力発電所の事故が起きまして、それで日本にも取材に来られたわけですね。で、このジャン・ポール・ジョー監督ってよく日本に来られる方なんですね。でそれでご夫婦で来られるんですけども、それで福島もずっと取材しまして、で遺伝子組み換えの食品と原発事故、でこの2つっていう、その、核と遺伝子操作っていうのは、核の操作と遺伝子の操作っていうのは本当に似てるっていうことでですね、それで映画を作られたんですから、後半部分はざーっと福島の話に変わっていくんですね。で、まあ、そういう映画なんですけど、ということでですね、遺伝子組み換え作物についてですね、お話ししました。で、まだ足りないところたくさんありますし、後で言って言って言い忘れてる質問あるかもしれませんので、ぜひご質問いただければと思います。どうもありがとうございました。